おはようございます。9月20日、9時59分、モーニングショットをお届けしたいと思います。え本日の方針でございますが、えドル円は押し目の買いから、109-8575で買って、109-60ストップ、100等円の1号2号での利食いを。ユーロドルは1.174555で売りから、1.1775でストップ、1.17ちょうど、1.1690で買い戻しを。 ユーロ円は129円2535で売りから129の60でストップ128の7565での買い戻しをポンド円は151円の3545で売りから151の70でストップ150円の8070買い戻しタイドルは1.375060で売り1.3785でストップ 1.368070で買い戻し、OG 円は80円1020で売りから、80円の50でストップ、79の7060で買い戻し、タイドルは0.728090売り、0.7310でストップ、0.723020で買い戻し、ニュージーエンは77円7080で売り、 78の丸5でストップ77円10ちょうどで買い戻しタイドルは0.705565で売り0.7085でストップ0.70ちょうど0.6990で買い戻しをイメージをいたしましたまあ下がりきらなかった1週間、えー、下値が50に上がってきて、えー、新しく引き直しをした三角持ち合いのまあ,あ 上の辺は元から引いてる線ですけれども、これを再度抜けて、一目金庫表の日足の雲の上限を抜けていけば、まあ、100桃園の50をトライをする動きが出てくるのかなというふうに思います。まっ、あ、た下がったところ、まあ、急激に今日ですね例えばアジア時間に9円の50を攻めるような動きはまずないだろうというふうに思います。したがって、えーまあ 100少なくともですねあんまり深い押しはなさそうなんで109の8575で買ってみるというスタンスを作りました、まあ、上値100等円の丸36までやって、えー、今若干、こい緩んでおりますが押、まあ、したところは1回拾ってみるようなスタンスで、えーまあ、当然、伸びきらなければ110円台利食い千人力といった形になるのかなというふうに考えております、えー、本日と明日 おお休みをいいただいております、えー、今日のですね売買方針は作りますが、えー、今日の、まあ、午後のいろいろ情報やえツイッター、えー、あとはイブニングショット明日のモーニングショット売買方針これはあの若林 FX の橋本様に、えー、作成をお願いをしておりますそれ以外のイブニングまでの情報は明日はお休みになります、えー、よろしくお願い申し上げます また何かございましたらぜひお取引をお願いしたいと思います。それでは本日のモーニングショットこれで終了です。